どうも天使向井です。さあ始まりました、声優さんとザイオンスでございます。これ会う回数を重ねることで、より仲良くなっていくというザイオンス効果を使いまして、初めの感想、初めの印象、終わりの印象、どう変わったかということを実験するという番組でございます。はい、6回目でございます。この方です。この方です。武田ラリサタコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで折り返しですね。そうですね。でしかもこれ年内最後ですから。あ、そうなんですね。はい、あら、明けましておめで。いや、めでてないですよ。年内最後って言ってまだまだか言ってなかったってこと。1月からずっと言ってなかったんですか。言ってなかった。いやいやまだ言ってなかったです今年。そんなことないでしょ。絶対言ってるよ。今年もありがとうございました。はい、ね、今年もありがとうございました。そうですね。まあ折り返し年内最後。うん、まあ本当ね、2024年ももうあと5日でなるわけですから。あと5日か。はい。今年の目標立ててました？あ、基本僕ははい立てます。あ、何でした？あ、何だったかな。立てるだけ立てて、あ、で、あの手帳にはメモってるんですけど、うん、あ、そうなんですね。はいはいはい。でまあ本当にあの簡単なやつですよ。その深酒はしないとか、うん、そんなんだと思う。守れるタイプのやつです、ね、ぐらいのやつかな確か。はい、うん、私も今年は生配信をやってて、年越し生配信、はい、その時に目標を決めたんですけど、はい、確か生きるって書き初めをしたんですけど、すごい宮崎駿、いや生きねばな感じなんですけどなんで生きるにしたのかもう覚えてなくて完全にもう形骸化した外側の文字だけしか覚えてないんですよ。多分何かしらのこういうモードで生きるとかあったんでしょうけど、うん、いやそうですよね、多分なんか生き様の目標があったはずなんですけど、うんうんうん、ちょっと今や思い出せない。そういう一年を過ごせたのかもわからない確かにね。いやでももうね、もうすぐ決めないといけませんよ、うん、また2024年、なぜ毎年決めなければならないのだろう。いや、あとマジで決めなくていいと思いますよ。決めなくていいのかな。でもなんか強いられるんですよね世界に。まああの聞きますよね。聞かれてしまう。あれってどれぐらい無視してもいいんですかねその選択肢なかったな。誕生日の時の抱負とか、うん、あー思います、はい、思います。ねえ、この年の抱負は何ですかみたいな。いや、その30とか、そう30とか40の節目で聞くのはいいです、うん、まあ確かに10年周期のね、そうそうそう、すごい長い目標ならわかるんですけど、その毎年毎年向上心なくちゃダメかいって思いますよ、うん、そう。あとそのよくわかんないけど、その43から44になって、うん、抱負はいや別ないって44の抱負なんて50の大台ならまだしも、そうって思っちゃうんだよな。43と44で何も変わんないですからね。だからでも僕がそれ MC 側でそれ聞く時も多いんで、うん、あ、そう加担してるじゃないですか。そう、実はねちょっと加担してたりすんのよただこれを聞かんかったら、うん、なんで聞かへんねんみたいな空気もちょっとあんのよ。いや確かに聞けよって、うん、1月最初の生配信は聞けよみたいな。そう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 今年はどんな年にしますかとか、今年は一文字で表すとみたいな。いや言われるな。ありますよね。ありますね。枕言葉つけますか。無視していただいていいんですけど今年の目標は何ですか、はい、抱負がない方は全然違うあの、うん、好きなスイーツの話していただいていいんですけど、今年は一文字何でしたか。あ、それがあったらもう、いや、やっぱりバナナ系が跳ねてましたね今年はみたいな。そうですね確かにこの逃げ場があるってでかいかもな。でかいですね。やっぱ常に向上心を強いられるのきついですから。そう、うん、なんか毎回ねこれ難しいんですけど、まあそれを聞きたい方もいるから、よく聞くんですけど、確かに推し、自分の推しで考えると聞きたいんですよね。そう、結局今年は推しどうなんだいみたいな、どんな気持ちで頑張るんだいみたいな、僕はそれを応援するんだいみたいな気持ちになるからそう頑張らなくてもいいけどねっていう、ね、頑張らぜ、うん、全然守れなくていい、もう、うん、無理しなくていいけど、そう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 、君の気持ちを知りたい知っておきたいみたいなあるよな。確かに自分がオタク側になった途端にわがままになってしまうな、うん、そう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 。だからやっぱりちょっとね
そう相手のこと、要はその見ている聞いている方々のこと考えるとちょっと聞きたいのもあるだろうなというかね。確かにみんなのために考えるか次回第7回目言うと思いますよ。あ言われる。いやだから言うならばもう今の間にもうしっかり考えておく時間はあるので。いやもうとんでもないの用意してきます、うん、多分泣いちゃいます向井さん感動で。あマジっすか感動で泣いちゃうんだ。こんなに志の立派な若者がいたんだ日本には。あって武田さんってそのなんていうんですかその後先考えないですかいや今の話って自分にしか負担ない。だからそういうのよくねどっちかというと僕そういうのを、うん、いや向井さんはきっと感動できるようなやつ考えてくれるんだろうなは素晴らしいお手本を見せてくれるんでしょうね、はい、そこまで言うんだったらってとかはあります。言えばよかった。なんで自分で行くんだろうと思ってその発想がなかったです。やってしまいました人がいいんだ向井さん側に向ければよかったの。それそうでしょう珍しいなと思って。いやでも向井さんだって私を泣かせてくれるはずだって信じてますよ、はい、私は第7回ほっぺがもうブル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 って入れてるすごい否定してる2人で泣きましょうよ今年の目標で。泣き始め目標で泣くって変な話ですけどね。相当かけてるんでしょうねその目標に。そっかないないやこれはもうちょっとあの、前回もそうでした。降りるならここだし、はい、もうやるならもう突っ切ってオープニング締めます。武田さん決めてください。これはこの船降りさせてもらう。ああまただ降りました。いやそうなんですよネズミが逃げていってたんです。全部の前兆があったんだ。船からもうネズミが全部出てったんでこれはまずいなと思ってたんです僕も。すごい向井さん船の穴にすぐ気づけますねやっぱ。そうなんですよ僕やっぱなんだろうなやっぱ瀬戸内海で船とか見てきたからですかね、うん、この船沈むなってやっぱ一目で分かっちゃう。分かるんですね僕ぐらいになると。いやもう私は有識者の意見信じますよ、うん、降りますこの船。降りましょう降りましょう向井さんも降りましょう、ね、はいもう普通のやつもやるかどうか分かりませんので。そうです、はい、期待せずに第7回お楽しみにしてください、はい、見ていただければと思います。さあ、はい、そんな感じで始めていきましょう、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。